ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は前回の動画に引き続き、アカシックレコードについて、深掘りしてくれるのよね。ああ、そのつもりだぜ。前回の動画の続きの話になるので、もしもまだ、前回の動画を見てない方は、説明欄にリンクを貼っておくので、そちらを先に見てから今日の話を聞くと、面白さが倍増すると思うぜ。そうね、そちらがまだの方は、ぜひ、そちらもよろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。アカシックレコードについてはすでに内容を説明してきたが、ここでは、そのアカシックレコードにアクセスして、情報を引き出していた可能性の高い、興味深い人物を、もう一人紹介していこうと思う。なんでも、すごい予言者なんだっけ？ああ、そうだ。その人の名は、ヴァンゲリア、ヴァンデヴァ、ディミトロヴァ。エヴァンゲリオン？いや、エヴァじゃなくて、ヴァンゲリアな。この予言者は、通称、ババヴァンガとも呼ばれているぜ。ああ、その名前なら、私も聞いたことあるわ。ところでその、ババヴァンガってどんな人だったの？1911年に、ブルガリアで生まれたババヴァンガは、12歳のある日、いとこと一緒に外で遊んでいたら、突然激しい砂嵐が起こり、竜巻に巻き込まれて、体が空中に持ち上げられ、その後、近くの野原に投げ出されてしまった。彼女が草原で発見された時には、ぐったりしていて、両目には、砂や埃が入り込み、痛くて目を開けることができなかったそうだ。私も映画で、大きな竜巻に巻き込まれて、人や車が空中に舞い上がるのを何度か見たことあるけど、12歳でそんな竜巻に巻き込まれただなんて、さぞ、怖かったでしょうね。ああ、恐ろしい体験だっただろうな。その後、彼女は貧しい家庭環境だったこともあり、十分な目の医療ケアを受けることができず、彼女の視力は徐々に失われ、完全に盲目となってしまった。あらら、12歳の若さで、目が見えなくなってしまったなんて、気の毒だったわね。その事故以来、盲目になってしまった彼女には、不思議な能力が芽生えたという。それって、どんな能力だったの？ババヴァンガ曰く、普通の人には見えないような、不思議な生き物が現れて、未来の出来事を、予知夢として教えてくれたそうだ。また、自分の目の前に来た人についても、盲目なので、その人の姿形を直接見ることはできないが、不思議と、その人が生まれた時から死ぬまでの、すべての出来事が、まるで映画を見ているような感覚で、手に取るようにわかったという。それって超能力じゃないの？そうかもしれないな。彼女の元を訪れて話を聞き、彼女の予言を耳にした者は、その圧倒的な的中率の高さに度肝を抜かれ、その噂は、次第に広まっていくこととなる。一説によると、ババヴァンガの予言の的中率は、75から80%、あるいは、85% などと言われている。どぎゃー、何よその数字、ありえないほど高い的中率じゃないの。ただ、ババヴァンガの場合、予言の内容は、本人が直接書いた式が残されているわけではなく、彼女の予言を聞いた、数多くの人たちから集めた情報のようなので、この的中率の数字の信憑性は、いささか疑問だが、とにかく、ありえないほどの的中率の高さを誇っていたことだけは、間違いなさそうだぜ。そして、その噂は徐々に広がり、ババヴァンガの予言は、最終的には、ブルガリア政府によって、国家機密扱いとなった。一個人の予言の内容が、国家機密って、何よそれ？ありえない話だと思うんだけど。まあな。それくらい当たるってことと、あとは、予言した未来の内容が、世界のパワーバランスを、揺るがしかねない発言が、たたみられたってのも、大きな要因だったと思うぜ。1900年代前半っていうと、当然、今みたいにインターネットもなければ、SNS もない時代なので、人捨てに伝わっていき、政府の国家機密扱いになるほど有名になるってことは、並大抵のことじゃないわよね。ああ、そうだな。彼女の予言や助言を聞きたくて、時の権力者や著名人も、大勢、彼女の元を訪れたそうだ。例えば、ブルガリア皇帝、ボリス三世や、ソビエト連邦共産党書記長の、レオニード・ブレジネフ、ナチスドイツの、アドルフ・ヒトラーなんかも、彼女の元に出向いて面会した、と言われている。うへえ。あのヒトラー総統も、話を聞きに行ってたなんて、こりゃあ、おそらく本物だわね。ババヴァンガの予言で有名なものを、いくつか紹介すると、こんなのがあるぜ。アメリカの双子が、鉄の鳥に攻撃されて落下する。ええ？マジ？鉄の鳥って言えば、普通に考えれば、飛行機のことよね？アメリカの双子って、例のワールドトレードセンターの、ツインタワーのことだとしたら、それって、2001年9月11日に起きた、アメリカ同時多発テロ事件、まんまじゃないの？だよな。2011年に、北半球の人々の生活が、放射能で壊される。2011年って言うと、3月11日に起きた、東北地方太平洋沖地震に伴う、
福島第一原子力発電所事故が頭をよぎるわね。なんとか最悪の事態は避けることができたものの、放射能で人々の生活が壊されたのは事実ね。それからこんなのもあるぜ。たくさんの人々が住む町のある海岸を巨大な波が襲う。そして全てが水の下に沈んで消えることだろう。これは巨大津波がどこかの沿岸を襲うという予言なのかしら。どうやらこれは2004年12月26日に起こったインドネシアのスマトラ島沖地震がこれに該当するんじゃないかと言われているぜ。ふむふむ。マグニチュード 9.1 の地震で約23万人の犠牲者が出たとかっていうあれね。確かにそんなこともあったわね。アメリカ合衆国の第44代大統領は黒人である。人々はみんな彼に期待を寄せるであろう。第44代アメリカ合衆国大統領っていうとバラク・オバマ大統領だからこれも当たってるじゃない。それまでただの一度も黒人のアメリカ合衆国大統領が出たことがなかったことを考えれば、これもなかなか当てずっぽうで当たるようなもんじゃないわね。その他、チェルノブイリ原子力発電所の事故や、ソビエト連邦の崩壊、ダイアナ妃の死去についても予言していたし、中国が新たな経済大国になることも予言していた。また、ロシアのウラジーミルがなんたらかんたらとかいう、今のロシアウクライナ問題を思わせる予言なんかも残しているそうだ。ロシアのプーチン大統領って、確か、ウラジーミル・プーチンさんだったわよね？ああ、そうだな。だが、バババンガがこの予言をした時は、まだプーチンさんはロシアの大統領になってなかったし、バババンガ自身、展示で本を読むようなこともほとんどなく、テレビや映画もほとんど見なかったそうなので、社会情勢や経済についての知識はいくらも持ち合わせていなかったようだ。あら、そうだったんだ。それを考えると、これらの予言は、恐ろしいほど未来を見透かしてるので、全く別の次元から情報をゲットしていたような気がするぜ。そう考えるとこれってものすごいことよね。もちろん外れた予言もたくさんあるし、抽象的な表現すぎて後からこじつければどうとでも拡大解釈できそうなものも中にはあるが、それにしてもちょっとやそっとでは当たらなそうなものもしっかり含まれてるので、やはり特筆に値する人物だと思うぜ。私もそう思うわ。ところで、バババンガの予言って、私たちが暮らす社会や、この地球に関することについて、どのくらい先のことまで言い残してるの？それは、めちゃめちゃ長い期間の予言を言い残してるみたいだぜ。めちゃめちゃ長い期間？ああ。なんでも、西暦5079年までの予言があるんだとか。西暦5079年って、何よそれ。バババンガは、そんなに未来のことまで見えていたの？ところで、その未来の予言、とっても気になるので、どんなことが予言されてるのか、わかってる範囲で教えてよ。ああ、いいぜ。バババンガの未来の予言は、超 SF チックでかなりぶっ飛んでるので、興味をそそられるぜ。まずは、これだ。2100年を過ぎてから、核融合技術を使って、人工太陽が作られる。人工太陽？本当にそんなものできるのかしら？これについては、現時点の人類の科学技術を、もう少し発展させれば、まんざら不可能じゃなさそうだぜ。マジ？中国科学院、合皮物質科学研究院、プラズマ物理研究所、っていうところが中国にあるらしいんだが、そこで、2021年12月30日に行った実験で、人工太陽と呼ばれている、全長電動トカマク型核融合実験装置、通称 EASD が、1056秒間という、高温プラズマ維持時間の世界最高記録をマークしたらしいぜ。なんだか難しい言葉が並んでて、よくわからないけど、要するに、核融合技術を使った人工太陽みたいなやつを作ったら、17分以上光ってたってこと？そうみたいだな。一般的に、太陽の表面温度は約6000度で、内部の温度は約1600万度、と言われてるみたいだが、この人工太陽の温度は7000万度近く出てたらしいので、本物の太陽の何倍も熱い人工太陽だったみたいだぜ。現代の科学技術でもうそんなものができるところまで来ていたなんて、今の今まで全く知らなかったわ。それからこの予言、2130年までに人類は巨大な居住スペースを海底に建設する。そしてその海底への居住スペースの建設において、地球外知的生命体が手を貸すだろう。どっきゃー。まるで SF の世界ね。それにしても地球外知的生命体が手を貸すだろうってフレーズは特に気になるわね。そしてバババンガの予言はまだまだ続くぜ。2183年までに人類は火星に移住する。
核を保有した火星文明は、地球からの独立を要求し、核の衝突が起きることになる。これもなんか実際に起こりそうな話で、なんだか怖いわね。2221年までに、地球外知的生命体の探索を続けていた人類は、恐るべきことを発見する。恐るべきことって、一体どんなことなの？それに関しては、バババンガは詳細を明かさなかったそうだ。バババンガにも、その恐るべきことの詳細がよくわからなかったのか、あるいはわかっていたが、あまりにも恐ろしいことだったので、あえて明かさなかったのか、どちらだったのかは不明だぜ。その後にも、宇宙の法則と月の秘密が明らかになる、といった意味深な予言も残している。月の秘密とかって言い切っちゃってるってことは、やっぱ、月は自然にできた天体じゃないってこと？よくはわからないが、確かに霊夢の言うように、バババンガが月の秘密という言葉を使ったってことは、月には重大な秘密が隠されている可能性が高そうだな。そうよね。月ってやっぱ、人工的に作られたものなんじゃないかしら？それは諸説あるようなので、また別の動画で取り上げていこうと思うぜ。わかったわ。それで、結局最後の西暦5079年で予言が終わってるってことは、そこで人類は滅亡するってこと？いや、バババンガは必ずしもそうとは言ってないぜ。というと、バババンガの予言では、西暦5079年に、私たち人類は、現在の宇宙を飛び出し、別の宇宙に行くことになるため世界が終わる。と言っているとのことだ。別の宇宙に行くことになる？どこか異次元の世界にでも、行くってことかしら？そんな風にも取れるが、もしかしたら、現在の私たちのような、物質的な体を持たない、エネルギー生命体のようなものに生まれ変わり、物質世界の予言はここまで、ということかもしれないな。いずれにせよ、バババンガの生きた時代背景を考えれば、とても空想だけで、適当に言えるような内容じゃないわね。さらに、バババンガの残した言葉の中に、非常に興味をそそるものがあるんだ。それって何なの？盲目となったバババンガの元には、普通の人には見えないような、不思議な生き物が現れて、未来の出来事を教えてくれたそうだが、バババンガは、どうやらこの不思議な生き物を、地球外知的生命体だと考えていたらしい。地球外知的生命体？ああ。そして、彼女曰く、この地球外知的生命体は、目に見えないというよりも、透明な水の揺らぎのようなもの、だったそうだ。そして、その透明な水の揺らぎのような、彼らから教わった数々のことというのは、昔からある、いろいろな宗教の経典の中にも隠されているそうだ。それって、要するに、キリスト教とかイスラム教とか仏教とかの経典の中にも、その透明な水の揺らぎのようなものから教わったことが、散りばめられてるってことよね？つまり、どういうことなのかしら？つまりだな、言い換えれば、それら宗教の教祖様たちも、バババンガ同様、透明な水の揺らぎのようなものから、いろいろなことを教えてもらっていた可能性がある、ってことなんじゃないか？ふむふむ、なるほど。だから、経典の聖書とかコーランをよく読めば、その中に、重大な秘密が隠されてる可能性があるってことね。おそらく、そんな感じじゃないかと思うぜ。バババンガの場合は、未知なる生命体に、いろいろ教えてもらってたところもあるみたいだけど、自分の目の前に来た人については、その人が生まれた時から死ぬまでの出来事が、まるで映画を見ているような感覚で、手に取るようにわかった。と言ってたので、やはり、アカシックレコードにアクセスできてた可能性が高そうね。そうだな。ところで、そのアカシックレコードって、一体どこにあるのかしら？気になって、このままじゃ眠れそうにないわ。今のところ、このアカシックレコードがどこにあるのかは、誰にもわからないが、一つの可能性として、もしかしたら、アカシックレコードはここにあるのかも？と言われてる、面白い場所があるぜ。何何？どこにあるって言われてるの？その場所は、ズバリ、ブラックホールにおける、事象の地平面だ。事象の地平面？何よ、それ。霊夢もブラックホールは知ってるだろ？重力がめっちゃ強くて、あらゆるものを吸い込んで、光さえも抜け出せないってやつでしょ？そうそう、それだ。その光さえ出れない領域の一番外側の境界面を、事象の地平面って言うんだが、そこにアカシックレコードがあるんじゃないか？と言われているんだ。すべてのものが脱出不能になる、ギリギリのラインにあるってこと？そういうことだ。いわゆるものには、様々な情報が含まれてるだろ？大きさとか形とか、色とかっていう情報のこと？そうだ。物に含まれる情報の中には、そういったものの他にも、構成している分子や原子の情報など、様々な情報が含まれるわけだが、昔は、ブラックホールに吸い込まれると、そういった情報は、
ブラックホールの巨大な重力に押しつぶされて、消えてなくなってしまうと思われていた。ふむふむ、なるほど。ところが近年になって、そういった情報が消えてしまうってなんだかおかしくね？もしかしたら、別の場所に保存されてるんじゃね？って唱える人が出てきたというわけだ。そして、どうやらその考えは正しいかもしれない、と考える科学者が増えてきたんだ。へぇー。さっきから出てくる事象の地平面ってとこが、いま一度もわかりにくいんだけど、なんだか面白そうな話ね。じゃあ、ざっくりとしたイメージで、別の言い方をするとだな。まずは、シャボン玉をブラックホールだと思ってくれ。うんうん、あのストローに石鹸つけて、膨らまして遊ぶシャボン玉ね。そうそう、そのシャボン玉だ。それをブラックホールだとすると、ブラックホールの中に吸い込まれたもののあらゆる情報が、虹色に輝いてるシャボン玉の薄い膜に貼り付いて、保存されるって感じだな。なるほど、それはわかりやすい説明ね。それなら、なんとなくイメージ湧くわ。シャボン玉の一番外側の、レインボーに輝いてる薄い膜のところが、さっきから話に出てくる、事象の地平面ってことね。ああ、そうだ。厳密に言うと、違うだろって言われちゃうかもだけど、ざっくり言うとそんな感じだな。そして、ブラックホールの原理からすると、実は霊夢や私が暮らしてるこの現実世界は、幻想かもしれない、って言われてるんだ。え、なになに？どういうこと？この世界が、夢か幻だっていうの？この考え方に基づけば、現実世界に存在する、すべてのものもことも、実はどこか遠くにある、二次元の平面上に書き込まれた、データが元になっていて、それらのデータを投影したものが、私たちの世界かもしれないっていうんだ。なんだか難しすぎて、頭が爆発しそうだわ。つまりどういうことなの？霊夢も、ホログラムって知ってるだろ？ん？ホログラム？本当は二次元なのに、三次元の立体に見えたりするやつのこと？そうそう、それだ。さっきの話は、私たちが現実だと思っている三次元世界が、実はこのホログラムのように、二次元平面に、書き込まれたデータなんじゃないか？ってことで、ホログラフィック理論って言われてるぜ。なるほど。にわかには信じがたいけど、なんとなくイメージできたわ。でも、その事象の地平面とかってところに、情報が蓄積されていたとしても、事象の地平面の一歩先は観測不能なんだから、そこにはなかなかたどり着けそうにないわね。確かにそうだな。そこ以外には、アカシックレコードが存在しそうなところってないの？やっぱ、事象の地平面の謎を解明しない限り、アカシックレコードの謎は解けないってこと？もちろん、これは一つの有力な説ではあるが、そこにアカシックレコードがあると決まったわけじゃないぜ。他にはどんな可能性が考えられるの？いろんな可能性が考えられるが、私が今一番気になってる場所、というか物質について、ちょっと話していこうと思う。もったいぶらずに教えてよ。結論から言うと、それは、水だ。ええー？水？水がどうしたっていうの？霊夢も知っての通り、私たちの身の回りには、水がたくさんあるよな。そうね。お水は、私も毎日ガブガブ飲んでるし、お風呂にも使ってチャプチャプしてるわ。私たちの身の回りには、あまりにも水が溢れているので、水について何の疑問も持たないが、実はこの水ってやつは、めちゃくちゃ変わった性質を持ってるらしいんだ。水が変わった性質を持ってる？別に何も変なところはないんじゃないの？どこが変わってるっていうの？霊夢もよく、水に氷を入れて飲んでるが、氷って水に浮いてないか？氷が水に浮く？そんなの当たり前でしょ？そこ一つをとっても、それはどうやら当たり前じゃないらしいぜ。え？そうなの？多くの物質では、固体の方が液体の状態よりも、密度が高いため、固体は液体に沈むそうだが、水の場合は無濁になるそうだ。へぇ。知らなかったわ。この性質のおかげで、どんなに寒い環境下でも、海の下の方は凍らずに済み、お魚たちが生きていけるというわけだ。なるほど、確かによくできたシステムね。その他にも、水が気体になる温度、すなわち沸点が異常に高かったり、表面張力がめっちゃ大きかったりと、不思議な点がたくさんあり、2019年に発表された研究論文では、人体に入った水が、関節部分でびっくりするくらい、濃厚で粘性の高いものへと変わり、不思議な振る舞いをすることが挙げられている。へぇ、100度でお湯が沸くのは当たり前って思ってたけど、それも普通のことじゃないわけね。私も水がこんなにも不思議なものだなんて、ごく最近まで知らなかったが、調べていたら不思議な点が山ほど出てきたぜ。頭が痛くなるような、難しい話は嫌だから、できるだけ簡単な、不思議発見を教えてよ。OK。じゃあ、こんなのはどうだ。例えば、水とお湯を同時に冷凍庫に入れたとしたら、どっちが先に凍ると思う？マリサ、私のこと、バカだと思ってるでしょ。そんなの、温度の低い水が先に凍るに決まってるじゃない。普通なら、そう思うよな。ところが、正解はお湯だそうだ。ええー、
嘘でしょ？信じられない。私のこと、騙そうとしてない？正直、私も何の疑問も持たずに、水の方が先に凍ると思ったんだが、驚くなかれ、お湯の方が先に凍るんだそうだ。これは驚きね。それを聞いて初めて私も、水が不思議なものに思えてきたわ。そうだろ？そして近年になって、もっとびっくりするような研究が出てきている。何何？まだ、水について、不思議なことがあるっていうの？それは、もしかしたら、水には、大量の情報を記録することができるかもしれない、ということだ。ええ？嘘でしょ？普段飲んでるあの水に、情報を記録できちゃうっていうの？このニュースが初めて世に出たのは、確か2014年だったと思うが、ミシガン大学とニューヨーク大学の研究者チームが行っている、知識情報ストレージ技術の、シミュレーション研究、というのが取り上げられていたぜ。知識情報ストレージ？ああ、私たちが現在使っている記録媒体といえば、磁気ディスクとか、光ディスクとか、フラッシュメモリとか、いろいろあると思うが、記録媒体として、新たに液体が使えるんじゃないか？って言うんだ。液体に情報が記録できちゃうなんて、驚きね。そして、この研究チームが発表したシミュレーション計算によれば、スプーン1杯分の液体に、1TB のデータを保存することができた、と言うんだ。たったスプーン1杯分の液体に、そんなたくさんの情報が保存できるなんて、これまたびっくりね。これを踏まえると、もしかしたら情報の記録には、液体がベストなのかもしれない、とも言われている。もちろんまだ、実用化には課題が残されてるようだが、近い将来、液体ハードディスクが主流になるかもしれないぜ。液体ハードディスクか。でも、記録媒体が液体なら、硬くないので、ハードディスクって言わないんじゃないの？時々、妙に細かいところをついてくるな。まあ、それはともかく、私たちの周りには、めちゃくちゃ水が多いと思わないか？そうね。海洋と陸地の割合は、70% 対 30% とかっていうし、人体における水の割合も、年齢によって違うみたいだけど、60% から 75% くらいあるっていうし、ほんと、地球には水がタプタプしてるわね。さっきも言った通り、水には不思議な性質があり、まだ水については、未知の部分がたくさん残されている。そこでもしも、情報の記録に、水がベストだとしたら、どうなると思う？地球は水だらけだから。ああ、そうか。液体の水がたっぷりある海にせよ、固体の水の氷がある北極南極にせよ、ありえないほど莫大な情報が、記録されてる可能性がある、ってことか。その通り。これはあくまでも一つの可能性の話だが、そもそも地球だけ、こんなにもたくさんの水があること自体も不思議だし、もしかしたら、遥か昔に高度な文明を築いていた知的生命体が、地球に水を持ってきて、ここを、宇宙中の情報の宝庫とした、なんてことも考えられるぜ。ふむふむ。突拍子もない考えだけど、可能性ゼロじゃなさそうね。だから、これが俗に言う、アカシックレコードであるかどうかは別として、超古代文明が残した英知が、水もしくは氷という形で、地球上のどこかに残されていても、おかしくないってことだ。なるほど。もしもそうだとすれば、アカシックレコード、あるいは、それに近いような膨大な知識の源に、これまでもたくさんの人たちが、アクセスできたっていうのも、なんら不思議じゃないってことね。そういうことだな。それと、私たち人間の脳が、どのような仕組みで記憶できるのかっていうのも、現段階では、まだほとんど解明されていない。しかし、さっき霊夢が言った通り、人間の大部分が水でできていて、脳にも大量の水が入り込んでいることを考えれば、私たちの脳における情報の記録に、水が重要な鍵を握っている可能性は高そうだぜ。そっか、確かに。私たちの脳って、お水タプタプだもんね。そういえば、何年か前に、科学誌、フロンティアーズ・イン・ヒューマン・ニューロサイエンスに、面白い研究結果が掲載されてたぜ。どんな研究結果なの？イーストロンドン大学とウェストミンスター大学の研究者たちによる研究結果で、被験者が知的作業に集中する前に、水を飲んだ場合と、水を飲まなかった場合とで、違いが生じるかどうか？という実験だ。ふむふむ、それで結果はどうだったの？知的作業に集中する前に、約 0.5 リットルの水を飲んだ人たちは、飲まなかった人たちと比べて、約 14% も反応時間が早くなることを発見したそうだ。しかも、喉が渇いた人を対象に、同様の実験を繰り返してみたところ、水を飲んだ人たちの反応速度は、さらに速くなったそうだ。嘘を。やっぱ水が、記憶や脳の働きに、大きく関係してるってことじゃないの。その可能性は、極めて高そうだな。早く研究が進んで、水に関するとんでもない発見が、出てきてほしいわね。ああ、同感だぜ。今日の動画に出てきたバババンガが、いろいろ教えてもらってたっていう、地球外知的生命体について、バババンガが、
透明な、水の揺らぎのようなものだった。って言ってたのがものすごく気になるわ。そこのフレーズ、私もずっと引っかかってたんだ。なんだかその言葉、とっても気になるよな。じゃあ、今日は最後に、そのバババンザが残した興味深い言葉を、もう一つ霊夢に教えるぜ。なになに？バババンザは、生前、こんなことも言っていたそうだ。私たちの目には見えないが、空の上には、たくさんの船がうごめいている。空にはいつも三機が浮かんでおり、私たちに向けて、重大な事件に備えよ、と警告してくれている。しかし、その重大な事件というのが何なのかは、わからない。どういうこと？これは、私にも何のことか、さっぱりわからないぜ。めちゃくちゃ謎めいた発言ね。あ、もしかしたらだけど、空では常に、地球外知的生命体の宇宙船が3機以上、私たち人類からは、姿が見えないような状態にしながら、警戒態勢で守ってくれている、ってことかしら？そして、あなたたち人類も、宇宙から隕石とかが降ってくる可能性があるから、常に警戒を怠らないようにしなさい。ってことのように思えるわ。おお、めちゃくちゃ冴えてるじゃないか、霊夢。もしかしたらその推理、当たってるかもしれないぜ。えっへん。マリサも私のこと、少しは見直したでしょ？ああ、見直したぜ。今日から霊夢のことは、ババ霊夢って呼ぶことにするぜ。ババってなんか、あんまりいい響きじゃないので、その呼び名はやめて。それじゃ、アカシックレコードの話はここまでにするが、今日の話がほんのちょっとでも面白い、と感じてくれた方は、ぜひ、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。お願いします。それと、ぜひ、皆さんの意見や感想も、自由に書き込んでもらえると嬉しいぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。